仕入れなければ、報酬なしで船員を募集したといわれる、死略船の船長ウッズ・ロジャーズ。獲物なければ、報酬なし、または、仕入れなければ、報酬なしは、特に17世紀の死略船や海賊船において、船員らに、あらかじめ提示されていた条件を示す制句である。この句は、成果報酬型給与に似た報酬の取り決めを、表している。 この句の仕入れとは標的の船から戦利品を得ることに成功したことを意味する。すなわち、この句は襲撃に失敗して戦利品を得られなかった場合には報酬がないことを意味していた。失敗すれば何も得られないかもしれないが、しかし襲撃に成功した場合には役職や金属機関に基づいた明確な報酬費で、 平等かつ民主的に戦利品が分配されることがよくあった。この句はスペイン領で活動する海賊たちの間で取り決めを説明するために広く使用されていた。この概念は報酬が利益全体の比率で決定されるためにより価値のある目標を攻撃するためにより高いリスクを取るという危険を犯させることにつながったと言われている。ジャマイカ総督のヘンダー・モールスワースは 厳格な、仕入れなければ、報酬なしを提示して、試略免許は、愚か公益である、海賊ハンターにも適用したことで知られている。ありがとうございます。